ルシアンジーン、バティスト・ボスートロッとルシアン、ジャンバティスト・ボスートローは、フランスのパイロットである。最初に乗客を乗せて、パリとロンドンの間を飛行したパイロットであり、何度か、周回飛行の長距離記録を樹立した。チュールで生まれた。第一次世界大戦中に民間と軍のパイロットライセンスを得て、戦後ファルバンやブレリオのテストパイロットになった。1919年に、 ファルマンゴリアとのテスト飛行を行い、2月8日には乗客を乗せてパリからロンドンへの商業飛行を行った。その後も多くの機体の試験飛行を行った。1931年にブレリオ110で75時間で 8,805km を飛行し、周回飛行の世界記録を更新した。1932年にモーリス・ロシと共に1 6 0 1トルまで、 記録を伸ばし、ジョセフルブリの記録を更新した。1934年には、ブレリオ5190、サントスデュモン号で、南大西洋を横断するパリとブエノスアイレス間の商業飛行のパイロットを務めた。フランスでのグライダー競技のパイオニアでもあり、1922年に第1回の競技会では、対空時間と高度の部門で優勝した。政治活動も行い、 人民戦線のメンバーとして、1936年には、社会党が政権を取った選挙で議員に選ばれ、下院の航空委員会の会長に選ばれた。1940年7月10日、ペタン将軍に権限を与えることに賛成したが、すぐに新政権に反対する勢力に戻り、BC 政府によって拘束されることになった。南フランスに逃れ、レジスタンスに参加し、 その活動によってフランス解放後名誉回復されたが7月10日の投票したことによって選挙に出馬することは許されなかった。ありがとうございます。